室町、八幡浜、伊予大須、内子、伊予市、終点松山の順に停まってまいります。終点松山到着が11時18分でございます。松山からは岡山行きの特急しおかわ16号に停車をしております。この列車は3分編成での運転です。利用先ご利用のお客様、先方3号車、座席番号1番から6番までのお席と後ろ2号車、1号車にご乗車ください。先頭3号車、座席もたれカバー、お色の7番から13番、7番から13番までの席指定席となります。トイレ線列車は1号車と3号車の電気でございます。号車番号いずれも点滅の出入口電光掲示板で表示しております。松山本線を乗車券特急券をお買い求めのお客様、松山より先、高松、徳島、岡山本州方面でお越しのお客様、乗車券、特急券等の変更などご利用ございましたら後ほどお伺いいたします。お知らせください。携帯電話ご使用の際にはご面倒でも各社の電気に出てお願いをいたします。客室内でのご使用はご遠慮ください。お客様ご利用の資格、乗降口の等はセンサーの機能がついておりません。そのため一度閉まりかけますとそのまま閉まってしまいます。どうか閉まりかけました乗降口の通りや手や荷物などは出さないようお知らせの際をお早めにご支度の上、乗降口を気づいてお待ちさせてください。では地方からお客様のお願いとお知らせがございます。駅や列車をご利用いただきます視覚障害のあるお客様で誘導によるご案内が必要な方は係がご案内させていただきます。連絡係までお申し付けください。なお、体に障害のあるお客様へのご配慮につきましては前にいらっしゃるお客様のご理解とご協力をお願いいたします。終点松山で、運転局間と運転手松山運転手やに車内業務の車掌、上島運転区、高松が終点